ホワイトアルバム2、幸せの向こう側、2012年アクアプラス。どうもアラヤンです。さあ今回はマリさんと電話した後の話ですね。いや、まだ一度も。竹谷と電話中だったかな。いつまで引きずってんだよバカ。俺がバカなんてことは分かってんだよバカ。人間、明らかに自分が悪いことをしたと指摘されるとついつい普段以上に声を荒げてしまうもので、久々の竹谷からの電話に答えていた俺の声はそんな感じで嫌なボルテージが上がっていた。もう2ヶ月以上も会ってないってことだろそれ。何グダグダしてんだよ。仕方ないだろ、俺振られたんだから。自分から会おうなんて言えるわけないだろ。冬休みが明けた頃、刹那からメールが届いた。サブジェクトには明けましておめでとうってとても友達ライクな言葉が乗っかっていた。けど中身はあまり友達っぽくなかった。それどころか後悔と逡巡を重ねながらも一度突き放したはずの俺に踏み込んできてた。それからもお互いのメール交換は頻繁に続き、俺たちが互いが一度は別れたんだってことを必死に覆い隠すみたいに優しい会話を続けた。まだ見込みありそうな感じはしますね。あれ以来一度も約束はしないままに。さすがに見守るって言っても限度があるぞ。だいたいお前らが揃ってスキー旅行の返事をしないのはそのせいだろ。だからあれはほら、日程も何も決まってないから。そんな中途半端な俺たちに業を煮やしたのか、竹谷と伊代がスキー旅行の誘いをかけてきたのは期末試験の終わった2週間前だった。お前らの空いてる日に合わせるって言ったろ。それについての返事はどうした。それはいつなら OK なんだよ。もうすぐ3月だぞ。3月、そろそろ決めてくれよハルキ。早くしないと雪が溶けちまう。そんだけ待ってくれる友達もありがたいですね。もうすぐ冬が終わる。ホワイトアルバムの季節が。で、いつならいいんだ。とりあえず検討する。決まったらまた連絡するから。じゃあ連絡くれるのはいつだ。近いうちには。絶対に行く気がない返事です。いつもこの季節の移り変わりに俺は何かを期待し、そして何かを恐れて過ごす。だって俺たちの関係が動くのはいつもこの季節だったから。今週中、明日、それとも1時間後。鋭意努力する。全く返事する気ないな。雪の降る日に俺たちは近づき、雪の降る夜に俺たちは傷つき、寒さに震えながら抱き合って、心まで凍えながらすれ違う。今日も詩人ですね春樹。今動かなければ何も起こりはしない。けれど何か起こってしまった時、二人が笑い合えているか自信がない。そっか、悪いな竹谷。だから今年の冬も俺は。いいよ、お前の自主性に任せてたらいつまで経っても日程が決まらないことは分かった。確かに。悪い、来客だ。竹谷が家まで来たってことか。じゃあ今日はそろそろ来るな。また連絡するわ。そうじゃなさそうですね。ああ、またな。俺はもう一度心の中で竹谷に詫びると通話を切り、そして。どなたです。よ。やっぱりそうか。電話の向こう側の音で気づきそうですけどね。玄関を開けた瞬間、目の前のあまりにもあまりな来客に一瞬言葉を失った。というわけだからこっちで勝手に日を決めさせてもらった。今から出発だ、すぐ支度しろ。それはあまりにも無茶苦茶なんじゃないか。は？まさか断るなんて言わないよな。お前は今こうして用事もなく家にいるし、そして俺たちはすでに明日の宿を取ってある。竹谷、今頃はイオも刹那ちゃんを確保してる頃だ。さあすぐに荷物をまとめろ。
今年の冬も俺は強引に連れ出されましたね。バイトとか行ってたらどうするつもりだったんでしょう。ごめんね、春樹くん。気まずそう。何が？何がって、その…刹那が謝ることなんて何もないだろ。どっちも被害者なんだし。でも、春樹くん困ってるんじゃないかと思って。困ってるっていうか、戸惑ってるけど。でもそれなら、刹那だって。私は、その…確かに、春樹くんと同じ感じかも。だよな。ですよね。会話が続かない。今の会話いかがですか、解説の水沢さん。あまりにも初々しすぎてこっちが恥ずかしくなってきますね。お前ら知り合って何年だよと突っ込んでやりたいです。まるで合コン初心者同士の二人がいつの間にかツーショットになっていたような展開に社内騒然としております。誰のせいだ。誰の。もうすぐ高速だから、その前にどっかで遅めの晩飯にしようぜ。私中華がいいな。この辺で深夜営業やってるところあったっけ。運転席と助手席にエンサの声を投げかけるも、そこに座ってる連中はあっさりと受け流しやがった。この車に押し込められて1時間、とっくに日付も変わり2月の最終日に入った今も、俺たちはこのありえない急展開についていけてない。竹谷に急かされるまま強制的に旅の支度をさせられ、そこから強引に車に押し込まれ、そして見慣れた道をしばらく走ったら。にしてもよく刹那の家族を説得できたな。よ、小木曽家の前で俺と同じように急ごしらえの旅行カバンを持った刹那が伊予にしっかり拘束されていた。事前にスキーに行くって話だけはしておいたからね。その点に抜かりはないよ。その辺はさすがですね、伊予。そうだとしても、いきなり今日なんて。ご両親怒ったろ。それが出発日を刹那がすっかり忘れてたって設定にしたら、お母さんにやたらと謝られて恐縮したな。さすが。小木曽家全員騙してるじゃないか、それ。恐縮以前に両親の呵責に苛まれろよ。なんて奴らだ。目的のためなら友人の家族不和も厭わないのか。刹那、本当にいいのかよ、そんなんで。刹那が家族に嘘をつくなんて今まで。嫌だったら来てないでしょう、ここに。今まで。仕方ないよ。もう宿予約しちゃったって言うし、もし断ったら今度は二人に悪いよ。こいつらに申し訳なく思う必要なんかないだろ。こっちの承諾もなしに勝手に突っ走りやがって。水沢さん、いかがですか今の発言は。どこにでも空気を読まない輩というのはいるものですね。こうやってどんどん茶化してくるわけですね。だからお前らちょっと黙ってろっての。いいんだよ春樹くん、私全然気にしてないんだから。けど刹那。私は嫌じゃなかったから。みんなで旅行。春樹が一緒でも嫌じゃなかったってことなんですか、それは。春樹くんは嫌かな。それとも何か用事があった。ないけど。そうだ、今までにもあった。刹那が家族に嘘をついたこと。3年前クリスマスに3人で温泉旅行に行った時、三月前真夜中の公園で喧嘩もできなかった時。ああ、結局いつも俺のせいだ。今回の無理やりな旅行を刹那が断らないのも、もしかしたら。どうやら話はまとまったみたいだな。楽しい旅にしようよ。せっかく久々に4人揃ったんだからさ。たく。能天気な犯罪者どもが後ろを振り返り、俺たち2人に笑いかける。前見て前、運転中でしょう。それはあまりに強引で身勝手で、こっちの心の隙をつくテロリストの笑顔だったけど。でもそいつらの信奉する正義が何なのか分かってしまっている俺たちは、
これ以上責める言葉を持たない。いい友達だよな。ゆき。刹那の嫌いなやつ。刹那が見上げる先を目で追うと、車窓の外に白い粒が天から舞い降りていた。高速をペーパードライバーの安全運転で3時間。もう東京は遥か遠くに過ぎ去り、今は山梨か、そろそろ長野か。そんな雪国と呼ばれる地域に入ったんだろう。いつの間にか俺たちの周囲に降りてくる雪が、みるみるうちに激しさを増していく。いつの間にかそんな遠くまで来たんですね。雪だね。ああ。雪や、運や、ああくらいしかない、相変わらずたどたどしい会話。けれど多分今俺たちは100の言葉以上の情報を共有してると思う。だって車の中から雪降る空を見上げると、どうしてもあの日のことを思い出してしまうから。3年前の光景を、あの時の3人きりの一泊旅行で見た空を。寒くない？ううん、平気。車の中だから暖房効いてるでしょうよ。そう、うん。肩が触れ合うほどの近さにいながら、お互い自分からは触れられないもどかしさ。間違いなく今同じ記憶を見てるはずなのに。いや、見てるものが同じだからこそ、二人の間にある見えない壁に阻まれてしまう。綺麗だね。ちょっと大粒だけどな。ベタ雪っぽいかも。そうかも。でも今はこうして普通に話せるだけでいい。うつむかず互いの顔を見て、軽く笑顔まで浮かべて。二人とも今のうちに寝といた方がいいぞ。向こうに着いたらすぐにゲレンデ直行だからな。え、でも。めっちゃハードスケジュールですね。運転変わらなくていいのか。いいっていいって、無理やり連れ出したのタケヤなんだからさ、ちゃんと責任取らせるよ。俺、お前だけは運転手に数えてたんだけど。だと思いました。ダッシュボードの時計はいつの間にか5時を過ぎていた。ほら、寒かったらこの毛布使いなよ。1枚しかないけど、ないよりマシでしょ。でもと申し訳なさそうに口ごもる刹那は、なぜかというか、やっぱりというか、困ったようにすぐ隣の俺を見つめてくる。みんなの言う通りだ。少しは寝た方がいいよ、刹那。イオが差し出した毛布を受け取ると、両手で広げて刹那を覆うように肩にかける。起きたら一面銀世界だ。その時、かすかにだけど今日初めて刹那の体に触れた。暗がりの中、刹那の瞳がずっと俺の横顔を見つめてる。その視線を意識しないように毛布を刹那の膝まで覆い、そして離れる。そうして離れた後も刹那はずっと俺から視線を外そうとしなかった。咎めるような、気遣うような、そんな光を灯したままずっと。結局お互い別れる気なんてないんですね。肩が触れ合うほどの近さにいながら、お互い自分からは触れられないもどかしさ。完全に寄りかかってますけどね。なんてものはいつの間にか有名無実化していた。なんだよ。別に。ねえ。眠ってしまった刹那の頭が俺の肩にもたれかかる。でも俺はその彼女の肩を抱き寄せることもできず、ただ彼女の支えになっているだけだった。刹那を覆ったはずの毛布はいつの間にか俺と刹那を一緒に包んでいる。刹那がそうしてしまった。戸惑う俺にまるで腹を立てたように強引に。だから俺たちの距離は強制的にゼロになり、その後しばらくして刹那の頭が俺の肩に触れ、
そしてゆっくり傾き、今の状態を作り上げた。刹那の体から彼女の体温が伝わってくる。一枚の毛布で二人が一度に、それも一番温まれる最良の方法を取っただけ。なんて、そんな熱効率の話じゃないってことは、この場の誰もが分かってる。刹那の重みが俺の心地よい安らぎを与える。俺に心地よい安らぎを与えるかな。閉じた目から伸びる長いまつげ、甘い寝息をこぼす濡れた唇、誰が見ても認める端正でかつ可愛らしい顔。こんな彼女に枕の役目を仰せつかった男は、誰もがその瞬間を至福の時と感じるに違いない。心の中でも詩人だな。それは俺だって、いや俺だからこそなおさら。だって刹那は俺の大切な女性だから。どれだけすれ違っても、どれだけ互いが傷ついても、たとえ何度別れを告げられたとしても、車窓の外に降る雪は少しずつその密度を増していく。冬はまだ終わらない。俺たちのホワイトアルバムの季節は続いてる。なんだかこのまま終わっていきそうですね。刹那の手のひらが俺の手に重ねられる。そして今の俺にはその手を離す気持ちも握り返す勇気も持てないでいた。けれど今は冬、俺たちの時間は必ずまた動き出す。雪の降る日に俺たちは近づき、雪の降る夜に俺たちは傷つき、そして今日雪の降る夜明けに俺たちはどんな関係を築いていくんだろう。終わりそう。なんだろう、なんだこのエンディング、すっげえ中途半端な気がするが、春樹も寝ちゃいました。竹谷、運転事故らないでね。あー、やっぱりこれ終わったんじゃないか。やっぱりオープニングに戻ってきましたので、何かしらのエンディングに行ったっぽいですね。これは何エンドだ。えらく中途半端な終わり方でしたね。誰ともうまくいくでもなく、刹那と悪い関係になるでもなくって感じだったのかな。さあ、てことで、さっきのはノーマルエンドって呼ばれるエンドみたいだったので、なんでしょうね、誰かヒロインを攻略する感じのルートじゃないってことなのかな。普通に物語が何でもない日常で終了しちゃいましたからね。で、2つ前の選択肢のところに今戻ってきてます。ロードし直して戻ってきてるんですけど、前はね、ここでそんなことを思っていいわけがない、これは刹那に振られた後ですよね。寂しいなってことで千秋に電話するかどうかっていう選択肢が出てたんですけど、ここはまあそんなこと思っていいわけがないを選びたいと思うんですよ。で、その後にずっと一人でいるかバイトに行くかを選ぶ選択肢があったので、あそこで一回バイトに行ってみようかなと思ってます。ここですね。これでバイトに行ったら多分小春とうまくいくんじゃないのかなってことで、こっちに進めていきたいと思いますよ。12月25日、バイトって多分ファミレスのバイトだよな。南末次駅だから多分そう。来ましたね、グッディーズ。クリスマスイブを過ぎたクリスマスの日は基本的にはただの冬の一日に過ぎなかった。明け方に止んでしまった雪は道行く人にただ寒さと歩きにくさを与えるだけで、昼を過ぎた頃にはすっかり黒く土に溶け込んでいた。そんな皮肉めいた見方しかできないのは自分の精神状態のせいという可能性も否定できなかったけど、
結局予想通りあれから一睡もできなかった。刹那に振られた直後なんでね。窓の外の黒い空が白く薄曇っていくのをリアルタイムで全て視界に収め、明けない夜が本当にないということを痛感した。疲れと眠気に苛まれているはずの頭は、それでもただ一人の記憶を追い出すことができなくて、割れんばかりの痛みばかりを俺にもたらした。あのまま部屋に一人で居続けたら頭がどうにかなってしまいそうだった。だから這うように部屋を飛び出した。それから数時間、厚い雲に覆われた空はそのまままたリアルタイムで黒く染まってゆき、紅い昼が本当にないということまで思い出させた。ずっと詩人だな、クリスマスぐらいから。そんな風に夜まであてもなくずっと歩き続けて、最後に俺がたどり着いたのがここだった。グッディーズ南末継店。突然バイトになんか入れるんでしょうかね。外から忙しそうに働く仲間たちをさっきからぼーっと眺めてた。北条学園が大学付属とも冬休みに入ったせいか、いつもより客足は微妙に減っていたけれど、その分バイトもきっちり減っていた。キッチンもホールも誰一人手を休めている人はいない。佐藤も中川さんも他の数少ないスタッフも。だからここなら今の俺を置いとかせてくれるかもしれない。唐突に訪れた俺のことをキーに思わず、ただ地獄に仏とばかりに早く制服に着替えるよう更衣室を指さしてくれるかもしれない。忙しさにかまけることができるかもしれないなんて、さっきからずっとその光景を頭に思い浮かべているのに、俺の足はどうしても入り口へと向かってはいかない。だってあの場所には彼女がいる。俺が今日ここに来れないように細工した彼女が、俺を励ましとともに送り出してくれた彼女が、小春ですね。今は会いたくない、会わせる顔がない。だって俺は彼女の計略にうまく引っかかることができなかった。彼女の一世一代のおせっかいに報いることができなかった。先輩見つかっちゃいました。どこに突っ立ってたんでしょう。どうしてこんなところにいるんですか。痛恨だった。彼女のことで頭がいっぱいだったせいで、その当人がこちらに気づいてしまったのを見落とした。今日バイトお休みですよね。店長代理にしっかり釘刺されてましたよね。杉浦の計略で無理やりな。そんなに私って信用なりませんか。もう教育期間も終わったし、十分使えるようになったって自負あるんですけど。他の奴らに信用がありすぎるのが厄介なんだよ。今年はもう来るなってあれほど言ったのに。大体先輩今はそれどころじゃ、それどころじゃなくなったからここにいてるんですが、余計なお世話だ。大体ここでは俺の方が先輩というか、あらゆる局面で俺の方が先輩だろうでさっきから心の中で思ってるんですが、一言も発しないな。頭に浮かんだ軽口を口が喋ってくれない。必死でごまかそうとする俺を誰かが必死で押しとどめる。誰かって間違いなく俺だけど。何があったんですか。それ聞いちゃうんですね。何もない。大体想像つくと思うけど。だって俺が今ここにいちゃいけない理由が目の前に立っているから。なら私に笑うか怒るかしてみてください。できれば前者希望ですが、後者でも構いません。持ち場に戻れよ。今はまだ営業中だろ。こうなる可能性を予想しておきながら、こうなった場合の対応を全然考えてなかった。なんでだ俺。ただ通りがかっただけだよ。杉浦のことだって信用してる。だからもう帰るから。人恋しかったのかな。
メです。おっと小春、こう言われる可能性を予想しておきながら、それでもあえてここに来てしまった。俺予想以上に来てるんだろうか、そんなにいつもと違うんだろうか。一人が辛いと感じた時に彼女の顔が浮かんでしまったことも含めて、お店まずいな、みんなもいるし。そうだ、そこのボナンザに入っててください。ボナンザってなんだ。杉浦と杉浦は向かいの喫茶店を指さす。喫茶店ね。そこの窓際の席からならお互いの姿を視認できるくらい近くて、そして明るいから。私今日早番だからもうすぐ終わるんです。そしたらすぐそっちに行きますから。別にいいって、本当に通りかかっただけだから。相変わらず小春はおせっかい焼いてくれますね。先輩は良くても私が良くないんです、精神衛生上。必ず行きますから、30分以内。絶対に帰っちゃダメですからね。ここでこうやって小春が店の外で誰かと話してる時間は誰にも気づかれてないんですかね。絶対に春樹が来てるって見えてる気がするけど。俺の言葉なんか聞く耳を持たないとばかりに、杉浦は勝手に約束を取り付けると慌てて店の中に戻っていった。今の俺そんなに分かりやすいのかな。って、これだけ挙動不審なら気づかれない方がおかしいのか。店内に戻り、何事もなかったかのように働き始めた彼女は、でもさりげなく俺を見て向かいの喫茶店を指さした。絶対他のアルバイトのみんなにもバレてるでしょう。杉浦、小春、おせっかいで余計なところにまで気がついて、ただの知り合いにまで気を使いすぎる面倒見のいい後輩という矛盾した女の子。つどこ行った春樹。その無償の優しさと今の俺が失ってしまった強さに心がいたたまれなくなる。だから俺は彼女がほんのちょっとこちらから目を離した隙に駆け足でその場を逃げ出した。なんでそんなことするかな、自分から来といて。杉浦の誘いに乗り、一緒の時間を過ごせば今抱えてる傷が少しは癒されるかもしれない。けれど俺が心の安らぎを得るのと引き換えに、彼女は全てを知ろうとするだろう。そして俺と刹那のどちらを支持するかは知らないけど、俺がもたらした結果を自分のことのように嘆き、怒り、深く介入していくに違いない。許されるかよそんなこと。友達というには微妙な、恋人なんかでありえない、後輩と認めるのにだって少し抵抗のある女の子に、プライドが許さないってことかな。どこに逃げてきたよ春樹。溶けた雪が絡みつき、どんどん重くなる足を引きずって、やっとグッディーズの呪縛から逃げ延びる。気がつくとそこは南末次の駅前。今の俺はどうしても人のたくさんいる方角にしか進めなくなっているらしい。確か小春って足が速いんじゃなかったっけか。必要もないのに全力疾走したせいで、ずっと休ませていない体が嫌な感じできしみ、咳込みそうなほどに息が上がっていた。真冬の冷たい風が心地よく感じるくらい全身が熱を持ち、額にはうっすらと汗がにじむ。腰を折り膝に手を当て、必死で息を整え、あまりにも無駄でバカバカしい逃避行を後悔する。なんでここまでして逃げなくちゃならないんだ。なんでこの程度のことで罪の意識に苛まれなくちゃならない。自分から言ったんですよグッディーズに。なんで自分の意思で距離を置いたのに、こんなにもあの場所へ戻りたがる自分がいるんだ。なんで、なんで逃げるんですか。
絶対に追いつかれて見つかると思ったわ。はい、ってことで今回はこの辺にしときましょうかね。なんだろうね、ノーマルエンドっていう一番平和な感じのエンディングを見ましたけども、全く盛り上がらないままに終わっちゃいましたね。いわゆるバッドエンド的な感じなのかな。で、今回は12月24日の選択肢を振り返って違うルートに進んでみてます。この流れは多分小春とクリスマスを過ごして仲良くなっていく小春エンドって感じなのかな。この後小春に見つかった春樹はどんな話を彼女として、どんな風に彼女に心を開いていくのか楽しみですね。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。